はい、というわけで、先日ね、ドッキリに失敗しましたが、これちゃんとしたのぞ肉祭り食べましょう。ちゃんと食べましょう。お湯入れてきてよろしいでしょうか。あ、どうぞどうぞ。さすがにこれ開けたらラーメンだよね。おお。おお。いっぱい。すごい量。これは10倍祭りだわ、うん、すげえな。お湯入れてくる。辛いくん、糖質制限でダイエット糖質制限ダイエット、2週間、もうすぐ3週間突入しようとしていまして、体重は順調に落ちております。4キロからあれから測ってませんが、多分5キロは落ちたでしょう。で、僕が最近よく食べてる唐揚げくんですね。唐揚げくんはまあ衣は糖質ですけど、衣ぐらいなんで、まあがっつりめちゃくちゃ制限してる人以外はまあ多分大丈夫でしょうっていう。うまい。で、唐揚げくんで言うと、最近スタ丼味の唐揚げくんが出て、それがね、とてつもなく食べたいんで、うまいらしいんですよ。ニンニクがかなり効いてるらしいんですけど、地元にスタ丼がの店がいっぱいあって、よくスタ丼食べてたんですけど、スタ丼でおすすめしたいメニューが、なんかみんなこうスタ丼来たらやっぱスタ丼でしょみたいなあると思うんですけど、スタ丼じゃなくてピーカラ丼と豚しゃぶ、豚しゃぶライスかな、あれをおすすめしたい。僕はとても美味しいです。豚しゃぶはね、あの漬けだれが2種類もらえて。箸もらっていい？あ、はい。これペッパー醤油味だって。ペッパー醤油味、ペッパー醤油味って書いてある。謎肉祭り。ペッパー醤油味って言ってるの、だって普通のカップヌードルですよ。生ハムうまっ。普通のカップヌードルってさ、醤油味でしょ。はい。お肉の量が多いのもあって、ちょっとペッパー効かせてんじゃないの。どういうこと？あ、ペッパーだ。今日はどこから来たの？そうなんだちなみに牛と豚どっちが好き？牛。だよね。でも僕は豚の方が好き。ああ、腹立つ腹立つ。ちなみに、カレーとラーメンどっちも美味しいよね。それはどっちが好きじゃねえんだ。うんうん、わかる。うん。もし好きな人に彼氏がいたら、君どうする？奪う？それとも諦める？僕だったら今付き合ってる彼氏に彼女の嘘をついて喧嘩させた上でうまく別れさせて、策略、彼女を慰めるポジションから入って付き合っちゃうな。最低、最低野郎だ。そんなにひどいことは言ってなかったですよ、ペッパーくんだよ。似たような質問をされたけど。そんな、ちなみにペッパーくんはあの奪うって言ってた。言ってた。僕って悪いやつですかねって。そうそう。そんな顔で言われた。ちなみにあの私の話では全くございませんのでね、今の話。ペッパーくんの話ですよ。今の話はあくまでペッパーくんの話です、ね。そう。だいたい3分経ちましたけど、もう表面がすべて謎肉。すごい。すごい。下に。え、すげえ。ぎっしり。で、混ぜると多分下にもいっちゃうからさ。すげえ。うわ。本当に10倍だ。やべえ、なにこれ。10倍どころじゃないような圧力を感じる。やばくないこれ。すげえ。うっそ。ちょっとカメラに。え？うわ、どんだけ混ぜても。混ぜても混ぜても。謎肉祭り。すっげえ。いただいていいですか。どうぞ。僕はこのドッキリで使った唐揚げくんを食べます。いただきます。
スープからいこうか。うん、私カップヌードルの標準の味ぶっちゃけ全く食わないんですよ。あ、マジですか。シーフードヌードル派だから。うん、だから比較できないんだけど、まあペッパー臭はするよ。スープを飲んだ時に舌にちょっとしたその胡椒の、それで言うとペッパーのピリ辛さがあるよ。普通のデフォルトのヌードルも一応胡椒は効いていて、多分同じ味わい、ほぼ一緒なんじゃないかな。本当？うん。スープ飲んでみる。あ、じゃあスープだけ。うまい。なんかネットで言うほどなんかうまくなかったみたいな声をちょっと聞いたんだけど、うん、あ、でも確かにあの普通のカップヌードルよりは胡椒が効いてる。やっぱりやっぱり、うん、強い。ちょっと謎肉を、まあでも多少ですね、謎肉をいただきたいと。うん、まんまやね。まあでしょうね、うん、これで謎肉の味が違ったらよくわかんないですもんね。謎肉10倍を売ってんのに。うん、ちょっと謎肉だけ。どうぞどうぞどうぞ。いいですか。あの何ら変哲もない謎肉。うん、あ、なんかマクドナルドのハンバーガーのお肉ではない。ではないな、うん、ちなみに謎肉は豚肉のミンチらしいです。パッケージに書いてある。うん、ほん謎肉って書いてんのにパッケージにちゃんと謎肉の正体を書くあたりが親切ですね。ね、やばいこれ。え、麺一口食って謎肉を5、6個、はい、食べても謎肉が全く減らない。すげえ。あの全然減らない謎肉。さすが10倍いる？こんなに。いや、それは言っちゃダメだよ。それはダメだよ。だっている？いや、違う。そのいるとかいらないんじゃないんですよ、この商品は。わかんない。僕が日清で働いてないからなんとも言えないですけど、多分予想はやっぱりこういる謎肉が10倍欲しいかっていうのじゃなくて、その10倍入れることのお祭り感だと思うんですよ。まあそうだよね、うん、10倍も入れちゃった、しかも公式で謎肉って言っちゃったぜみたいな。おいしさとかそのバランスを考えての作りじゃないよね。ネタですよ。ネタだよね、うん。私こんなにたくさん謎肉食べたらちょっと後半しょっぱくてもうごめんね、もうおっさんなんだよ。他の YouTuber のように若くないんだよ私は。もうあのマクドナルドのハンバーガーとかもう2つとか3つとか食えないんだよ、しょっぱくて。今年で35ですか。うん。あと2、3ヶ月で35ですか。なかなかいないよ。まあ35歳、そうだね。なかなかいないですね。みんな20代前半か中盤だよ。若いですもんね、みんな。見て。ん？謎肉が本当に減らない。本当だ。嘘。すげえ。謎肉が減らない。湧き出てくる。圧倒的。圧倒的謎肉。良好良好。もう結論出していいですか。食べ終わる前なんですけど、うん、年齢的にきつい。謎肉10倍はきつい。謎肉がきついんですか。ビッグの量がきついんですか。謎肉のしょっぱさ、しょっぱさ。肉か。謎肉のしょっぱさだよ、私の体にボディーブローのように効いてくるのは。謎肉10倍。10倍だ、謎肉10倍だ、しょっぱー。だから実はみこしで水買ってきたんだよね、さっき。ああ、大事。おっさんになったな。こんな確かに買ってた。高々。あ、めっちゃ残ってる。いや、まだ全然食えるけど、まあ一応補足すると、あ、減らない本当に謎肉。謎肉減らない。一応ちょっと言い訳していい？はい。お昼ご飯食べてんの？
それじゃねえか。それじゃないか。それですよ。若いとかじゃない。若さとか。今3時40分ですけど、これ動画撮ってるの3時40分。12時にお昼ご飯食べた。何食べたんですか。いなり寿司とファミチキ。だそんな量は食ってないんだけど。まあ溜まってはいたんだ。うん、だからもう胃を空にしたら食えたんじゃないですかね。まあ空だったら全然いけたんじゃないですか。うん。食べきってください。10倍か。目視できるだけで謎肉が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 目視できるだけで表面に謎肉があと11個いています。マジで。うわ、ほんとだ。そんだけ食べて、え、沈んでる謎肉も入れると多分もうちょっと入ってます。10倍半端ないね。え、だって具なんて普通残んないじゃん。ちみちみ食っから、食ってっからもう10個も残ってる、肉が。すごいね。だから謎肉祭りって名前は嘘じゃない。全く嘘じゃない。むしろ超えてきた予想を。ということですね。ということです。まとめ、まとめ。じゃあ点数を一応、こういう系はやっぱ点数を。はい、わかりました。はいはい、というわけで、マックス村井さん、謎肉祭りカップヌードル、特製は、プルル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 ル謎肉が多すぎて後半しょっぱさに耐えられない。だからです。30点のね、30点のマイナスはそれです。70点の得点は、まあ、純粋にその謎肉が多かったからですか。もうマジレスでいいんだよね。70点教えてください。カップヌードルの味、この標準的なオーソドックスなもう、はい、ザ基本、はい、もう日本のザベースっていうか、うん、味にまず70点の土台の点数。あ、そういうこと。そこに70点なんですか。つけさせていただきました。え、じゃあ謎肉、いや、じゃあそれで80点ですね。謎肉か。いや、80点です。もうぐしゃぐちゃ。いや、カップヌードルとしてのその標準的な美味しさがまず80点です。あ、80点で、そ謎肉が多い量でマイナスになりましたです。あの結論から言うと、あのお祭りだから食べるけれども、あの日常的に販売したとしたら私は絶対買わない。だって肉多すぎるよこれ。肉好きな人はたまんない、謎肉好きな人はたまんないってこと。それはたまんないと思う。ただ村井さんにはまんなかったって。あのね、おっさんすぎる、うん、ね、そういうことだ。若くないから、うん、これがもしバックトゥーザフューチャーして20歳の私だったらもう3つか4ついっちゃいますよ。ペロリですよ、ペロリ。テテレテテ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 素直な話でいいじゃないですか、うん、いや、もう素晴らしい。等身大ですよ、本当に素晴らしい、素直、もう純粋、置いてないもん、ピュア、ピュア、ピュア。まあ、謎肉好きな人は、ぜひ食べてみてください。うん、それは間違いない、うん、閉めましょう。うん、開けてお湯入れる前にあの表面の謎肉だけこうストックしていつでも食べれるっていうのもいいかもしれない。ああ、謎肉をささささって、うん、なんか謎肉のあのお湯を入れる前的な見た目として、それ乾燥した状態で食べちゃうとなんかドッグフードピッっぽいですよ、ね、あーっぽいっぽい。それだけで食べちゃうと、せやな、せやな。いや、でも自分の年を感じましたねかな、なんか、うん、これ期間限定の商品ですよね。はい、そうです。
今のうちです、はい、ぜひとも謎肉祭り一度は参加する価値があると思います。そう、45周年記念商品だから、だけどこれで45周年記念だから50周年なんて何すんだって思いますけどね。謎エビ100倍じゃない？うわ、謎エビ、エビ謎じゃないけど謎小エビ100倍じゃない？ああ、どういう、何の小エビなのか、卵、ただの小エビ、卵、卵100倍だったらそれモコモコだね用ないね。なんかすっげえでっかい卵1個入ってるとか、ボンって開けたら、うん、でもだったらいっそのことあのビッグの上にキングがあるじゃないですか、はい、なんかメガとか出してほしいね。ああ 2.5 倍みたいな、キングの上。なるほど、絶対残す自信あるわ。しかも5年後でしょ。40歳やで私、5年後。え、40歳、私が5年後僕30です。30歳、40歳、うん、私がってえ、私が40歳。なんだっけそれ、年収、私の年収低すぎる。それだそれだ。まあぶっちゃけあの気持ちは東京に上京してきたばっかりの18歳です、私はまだ、うん、気持ちはね、いいことですね。倍の年になりましたけど、食べて気づいた、年を取ったなと、はい、思い、はい、はい、以上、さよなら、さよなら。